平日への聖母御訪問巡礼者協会に掲げられたガラス家の紋章をヨハンベンツェルフォンガラスツームシュロス、カンポウントフライエントルーンは、オーストリア領ボヘミアの外交官、政治家、伯爵、ルテーラ公爵。皇帝軍の将軍で司法官でもあったフランツフェルディナントフォンガラス伯爵の長男として生まれた。30年戦争で皇帝側の将軍として活躍した。 マティアス・ガラスの孫にあたる。ボヘミア王国議会の議長、皇帝家の俗領リンブルフ公国の長官などを務めた。またスペイン継承戦争中は中英大使としてロンドンとデンハーグに派遣された。裁判連にナポリ副王に任命されるが認知のナポリで没した。心臓だけは抜き取られて、ハインドルフの聖母子訪問巡礼者協会内の一族の墓所に収められた。 二度結婚し、最初の妻との間に長男を、二番目の妻との間に長女を設けた。二番目の妻は後に、公認のナポリ副王となった、アロイス・フォン・ハラハ伯爵と再婚している。息子の代で、ガラス家の血筋は絶えたので、隕石のクリスティアン・フィリップ・フォン・クラム男爵が加盟を、ついで1757年に、クラムイコール・ガラス伯爵化を起こした。ありがとうございます。